1年前のあの夏の日から2人の日々は始まった。今でも忘れない近所の花火大会。田舎特有の澄んだ空気に打ち上がった花火は私たちの恋の盛り上がりのようで、私の突っかけは少しブカブカで、東也くんの少し後ろを歩いていく。そんな日がずっと続いていけばいいなって思ってた。一緒に飲んだコーヒーの味とかパスタの味とか、一緒に歩いた駅までの帰り道、本当はもう少し一緒にいたかった。全部覚えてる。今でも全部覚えてるよ。君と歩いた私の街。ありがとうございました。長谷川先輩、もう終わっちゃった。大丈夫ですよ、入ってください。マジ、はい、じゃあブレンド一つ。はい。どうぞ。どうも。サービスです。いいの？ざっす。面接帰りですか？そう、最近全然ダメなんだよ。ほとんど二次選考止まり。そろそろ自信なくしそう。いやいや、先輩なら大丈夫ですよ。ゆきちゃんはさ、最近忙しいんじゃないの？そんなことないですよ。おじいちゃんももうすぐ退院しますし。あ、そうなの？じゃあこのコーヒーも飲み納めか。でも、ちょこちょこ手伝いに来ますよ。じゃあ通っちゃおうかな。すいません、もう閉店しちゃったんですけど。あ、久しぶり。なんで？座っていい？俺、帰ろうか。いやいや、大丈夫です。どうぞ。久しぶりだね。元気してた？あー、ユキはちょっと痩せた。東也は髪型変えたんだね。まあ、気分転換みたいな。なんか話があってここに来たんだよね。教えてよ。気になるじゃん。二人で東京に行こう。え？前作ってた映画あったじゃん。あれがプロダクションに認められてさ、向こうに住もうと思う。ここにも書いてあると思うけど、制作費だって今までと段違いだし、有名な俳優だって起用できるかもしれない。っていうかできるし、絶対話題に上がると思う。それと今構想中の新作もあって。何言ってんの？何言ってる？やっと認められたんだよ。そうじゃなくて、今さら何言ってんの？それはさ、私たちもう付き合ってないじゃん。だから言ってるんだ。もう一度やり直したい。急に来たと思ったら一緒に東京に来いなんて。私がどんな思いしてたか分かってる？無理。もう帰って。無理じゃん。今日はもう帰って。分かった、また連絡するから。これ、よかったらユキが持ってて。来週には出発するから、考えてて。店閉めるの手伝おうか？いやいや、大丈夫です。変なもの見せちゃってすみません。ゆきちゃん、この後空いてる？お疲れ様でした。飲みすぎじゃない？終電大丈夫？自転車だった。どっち？俺、こっち行く。私はあっちで。お、じゃあ
いや、ゆきちゃんさ、俺と付き合わない？もう、酔ってます？いや、分かった。じゃあ、間取ってデートしよう。いやいや、明後日のお昼か。どう？じゃあ、考えてきます。 OK、 じゃあ、気をつけて。ありがとうございます。さっきのお店、美味しかったです。でしょ。あ、そうだ、もう一箇所行きたいところあるんだけどさ、付き合ってもらってもいい？全然いいですよ、行きましょう。よし。ここ、たまに来るんだけど、いいっしょ。綺麗ですね。うん。あ、うん、私の住んでるアパート見えます。え、どこ？ほら、あそこ。ゆきちゃん。いいよ、出て。すいません。元カレ？いいよ。もしもし。ごめん、今忙しいから。え？うん、うん、分かった。じゃあね。ゆきちゃんさ、本気で付き合おうよ。やめてくださいよ。冗談じゃない、俺マジだよ。私のどこがいいんですか？どこだろう。雰囲気とか、一緒にいてリラックスできたりとか。それに元彼と違って、俺は今のゆきちゃんを見てる。今よりもっと知りたい。
素朴な疑問なんですけど、そういうのって言ってて恥ずかしくないんですか？そりゃ恥ずかしいっしょ。ですよね。で答えは？すごく嬉しいです。でもごめんなさい。あ、マジか。いや、振られると思わなかったな。本当にごめんなさい。こんなによくしてもらってて。いいよ。あ、でもまたデート誘うよ。なんか安心しました。よし、今日は帰ろっか。はい。今日はいろんなところ連れてってくれてありがとうございました。全然 OK。 こっちこそありがとう。おやすみ。全然、今来たところ。ちょっと歩こっか。結構冷えるね。なんか買ってこようか。大丈夫、コンビニも遠いでしょ。まあ私怒ってることあるんだけど、明日出発って急すぎでしょ。あれ、言ってなかったっけ？ちゃんとした日程を教えてもらってません。そうだっけ。ねえ、トウヤ、なんで急に連絡途切れたの？結果出したくて、ちゃんと、ちゃんとした形で付き合いたかった。どうしてもあの時はユキと付き合うことと映画を撮ることが両立できなくなっちゃって、本当にごめん。本当不器用だよね。そうだ、この中って何が入ってんの？見てないの？うん。じゃあ秘密。でもこれどうやるのでしょ？いいから。なあユキ、俺本気でやり直したいと思ってる。やり直して何か変わるの？わからない。でも変わりたい。今度こそ幸せにするから。あのね、実は言ってなかったんだけど、私彼氏できたんだ。え？ほら、前会ったでしょ、前のバイト先の先輩。さっきも二人でデートしてきたし。だから私はもう幸せなんだよ。トウヤもちゃんと幸せになって。私なんかよりきっといい人見つかるから。俺だけか、前に進んでないのは。そんなことない。東京行って映画監督でしょ、すごいじゃん。そろそろ行かなきゃ、先輩待たせてるから。トウヤ、
またね。もしもし。あ、もしもし、お兄ちゃん、まだ帰ってこないの？お母さんご飯作って待ってるよ。おう、今すぐ帰る。大丈夫、心変わりはしかたなから、して君が泣いたら少しでもためらいを期待しちゃうんだ。どうしてもう会うことはないのに、またねなんてもう過ごした日々たちは消え去るまでそっとしておいてね。橋本由紀さんへ。今まで音信不通でごめんなさい。今から君が働いている喫茶店に行こうと思います。そこで一緒に来てほしいと告げようと思います。ユキはきっと断るでしょう。それでいいんです。ちゃんとお別れを告げさせてください。俺ほんとこういうの苦手だから、ほんとごめん。また俺が作った映画君に見せます。今度は映画館で。今までありがとう。元気で。
ばあれが最後の花火になっちゃったね。ずっと忘れない、あの夏の日の花火大会。何も変わらない毎日、当たり前に過ぎていくいくつもの日常はどこか寂しくて。冬の冷たい風が君と歩いた田んぼ道を抜けて東京まで飛んでいく。私の好きだよって思いと一緒に君まで届くといいな。君と歩いた私の街。